そんな後な、神戸に住む筆者は、3月10日木曜日の毎日、新聞長官を見て目を疑った。朝日新聞には、藤井聡太竜王、永久昇級来期、名人挑戦権争うと、将棋の藤井聡太五冠、19? の対局結果の記事が大きく出ていた。産経新新聞聞と神戸新聞にも、 昇級の記事が出ていた読売新聞は記事自体が載っていなかった。淡野仁志悠、ジャーナリスト、名人戦順位戦は現在、毎日新聞と朝日新聞、さらに日本将棋連盟の共催である。ところが、主催者のはずの毎日新聞には、藤井聡太 A 級け、対局とのタイトルで、 最終13回戦が9日午前、東京と大阪の将棋会館で一斉に始まったなどの4番組の記事が出ていただけ、9日の夕刊と間違えたかと思って見直したが、間違いなく10日の長官、神戸で見た限りだが、毎日新聞も朝日新聞も、産経新聞も、共に、 最終版の14番である藤井聡太の対局は9日の午後11時頃には終わったが毎日新聞は印刷が間に合わなかったのだろうか同志のベテラン感染記者山村秀樹氏の勝敗結果を含めた記事はネット版で間髪入れず配信されている毎日新聞の知人に聞くと大阪では 勝負が決した記事が載っている。神戸は印刷所の場所などの関係で間に合わなかったのではと話していた。神戸はそんな不便な田舎じゃないんだけど、ともあれ、1970年代から名人戦は毎日新聞等を持ってきた古い将棋ファンとしては、やや寂しい気持ちになってしまった。将棋の名人戦は、 毎日新聞の前身である東京日日新聞が江戸時代からの世襲生命人を廃止した実力生命人を提案して始まり1937年に木村義夫1905から1986が初代の実力生命人となった対局料や賞金などをぐり右余曲折を経て現在は朝日新聞と 将棋連盟が強裁として加わった。歴代2位の年少記録3月9日に千駄ヶ谷の将棋会館で行われた順位戦 B 級1組の最終リーグ戦で藤井聡太は佐々木勇気七段27を破り10勝2敗として A 級に昇級したすでにデイリー新潮で報じたがこれは最年少記録ではない 最年少記録は加藤一二三九段82イコール引退イコールの18歳1か月である藤井聡太は谷川浩司九段59イコール17世名人資格イコールの19歳11か月を抜いて歴代2位の年少記録となったプロ入り後 C 級2組から A 級に上がるまで4期というオール1期抜けで駆け上がったのは 過去、加藤と中原誠16世名人74イコール引退イコールの2人だけ藤井聡太は B 級2組に上がる際に1気ダブリ。5期かかった谷川も5期だ A 級経験者やタイトル保持者がひしめき鬼の住みかと言われる B 級1組をあっさり一気抜けするのは タイトルを取ること以上に難しい。リーグ終盤の頃から A 級入りは間違いなしとは見られていたが、実は際どかった。藤井聡太は9勝2敗で一歩リードしていたが、8勝3敗で争っていた稲葉明八段33と千田翔太七段27は共に最終戦に勝った。 枠は2人で残りは序列の関係で稲葉と決まったもし藤井聡太が敗れて9勝3敗で3人が並んだ場合序列の関係から藤井聡太の昇級はなかったのだ最終戦の相手佐々木はかつて藤井聡太のデビュー以来の30連勝を止めた強豪 佐々木の厳しい攻めに1時間半の大長考をする場面もあった藤井聡太は落ち着いて裁き最後は即詰みに仕留めた13時間の激戦を制した藤井聡太は苦しくしてしまったかなと思って指していた苦しい戦いだったなんとか昇級できてよかった来期は 明治名の挑戦争いに絡めるように頑張りたいと話した。これでプロ入り以来の藤井聡太の公式戦の勝敗は265勝52敗で、勝率は8割3分6厘。順位戦に関して言えば、49勝3敗で9割4分2厘と、考えられない勝率である。3月10日現在、 最年少で名人獲得の谷川球団は A 級に上がっても、すぐに名人挑戦者になれるほど甘くはない。加藤一二は最速で A 級に駆け上がりながら、名人獲得は42歳だ。現在の名人、渡辺明二冠37は、2期連続で挑戦者となった若手のイケメン騎士。 斉藤慎太郎八段28の挑戦を受ける仮に藤井聡太が6月からの A 級リーグ戦で首位となりさらに来年夏にどちらかを破って新名人となれば誕生日の違いから谷川の21歳2ヶ月を破る最年少記録で20歳名人となる昨年夏に筆者が取材した谷川は 楽しみでもありますが、もう私の最年少記録はこれしか残っていないので、抜かれたらちょっと寂しい気持ちになるかもしれませんねと、正直に語っていた。今回の昇級については、藤井聡太さんは現時点で名人であってもおかしくない、圧倒的実力を備えている。私の名人とは全く価値が違う。 毎日新聞3月11日付長官と絶賛している新聞の話に戻す現在朝日新聞は藤井聡太竜王との表記をしている毎日新聞は藤井聡太陽賞である藤井聡太が獲得した5巻目の王将の主催が毎日新聞と系列のスポーツニッポンだからだ 竜王戦を主催する読売新聞や共産スポンサーが4,320万円という最高額の優勝賞金を出したためかは知らないがいつの間にか将棋の最高峰は竜王と称されるようになった名人の賞金は非公表だが3,000万円強とみられる人それぞれだろうが筆者は賞金額が最高だからといって 最高本とは,思わない最高本はやはり名人だと思っている竜王戦は1950年からの九段戦1962年からの十段戦を引き継いだ形だが竜王戦と銘打ってからの歴史は浅く第1回は1987年だ幼少期に学んだ 将棋教室の恩師からのメッセージ藤井聡太が名人になる日を望んでいるメディアは毎日新聞以上に朝日新聞かもしれない将棋の藤井聡太名人としたいだろうから今後の藤井聡太だがファンにとっては名人は先の話なのでまずは王座や棋王の獲得で最年少六冠といきたいところ とはいえ、それより前に、棋聖、大井などの防衛線がある、六冠を目指すにしても、これらを防衛した上でのこととなる、将棋会館は東京と大阪にしかなく、藤井聡太にとって地元での対局はほとんどなかったが、名古屋には会館までは行かないものの対局場が、 設置される運びだという若いとはいえすさまじい移動を余儀なくされていた藤井聡太の勉強時間が増えますます強くなることだろう一挙一投足何でもニュースになってしまう異常人気の藤井聡太も7月には20歳になりこれまでの魅力の一つでもあった初々しさも必然「現じられてはゆく」 子供の頃の藤井聡太少年を指導した文本子供将棋教室愛知県瀬戸市を取材する文本力夫さんは順位戦は最重要棋戦万全の準備とすごい気迫で向かってきた佐々木七段の気迫に押されてる姿勢にもなったがよく盛り返した運も良かった見応えのある将棋でした とはいえ、永久は今まで以上に厳しい。二十歳になればソータはもう、親元で暮らすのではなく、自活して、しっかり将棋に取り組んでほしいとエールを送る。一部継承略、阿波の野仁志優、阿波野正夫ジャーナリスト。1956年、兵庫県生まれ、大阪大学文学部を卒業。 2001年まで共同通信記者、著書にサハリンに残されて警察の犯罪、検察に、殺されるルポ原発難民など、デイリー新調編集部。